RQ-170 センチネル RQ-170 センチネルの創造図3面図 RQ-170 センチネルはアメリカ空軍が採用している UAV。開発はロッキード・マーティン社のスカンクワークス。現在アフガニスタンに配備され、普及の自由作戦に参加している。2009年12月4日にアメリカ空軍が公式に存在を認めるまでは存在。 そのものが隠されていたが、それ以前にアフガニスタンで r 9 1 7 0を目撃したジャーナリストからはカンダハールの野獣と呼ばれていた。また、ウサーマ・ビン・ラーディン殺害作戦の際の偵察活動にも使用されたとされる。形状はステルス性を意識した無尾翼全翼機で以前開発されていた。 RQ-3 ダークスターや P-175 ポールキャットとよく似ている。詳しい性能などはまだ発表されていないが、名称、開発と実践配備がいつ行われたのかについては一切公開されていないが、正式コードに使われている170という数字は、RQ-1 プレデターから RQ-21 ブラックジャックまで開発順に、 連番で付けられている数字とかけ離れている。このような慣例にとらわれない命名は、同じく極秘に開発されていた、世界初のステルス機械 -117、ナイトホークでも行われている。2011年12月6日に、イラン軍は、戦闘機、地上からの攻撃ではなく、電子的に侵入し着陸させて奪った。損傷は、ほとんどないという声明を発表し、 露覚された R9-170 を放映した。同12日、オバマ米大統領もそれは本物であると会見で認め、正式に返還を求めた。R9-170 の露覚は GPS 信号の上書き偽装によって R9-170 がホームベースに帰着したとご認識させることで成功した。2014年11月12日、イランは露覚した。 RQ-170 をコピーしたと思われる新型無人航空機シームルグの映像を公開した。革命防衛隊の司令官は、米国の偵察機よりも飛行速度、機体重量などの性能を改良したと主張している。一方、アメリカ国防総省は、米国の技術に匹敵するはずがないとしている。2016年にイランイスラム革命防衛隊は、 シームルグの武装攻撃型サーエゲを公開した。2018年2月には、シリア領内から離陸したサーエゲと思われる、イラン製無人攻撃機が、イスラエル領空内で、イスラエル航空宇宙軍の R-64D 攻撃ヘリコプターによって撃墜された。ありがとうございます。